バーブーダ島は、カリブ海、西インド諸島にある島、リーワード諸島の中央部にあたる。政治的区分ではアンティグア・バーブーダに属しており、独自の議会を持っている。島の面積は、約161平方キロメートル。人口は1634人でほとんどが、西岸のコドリントンに住んでおり、島民は、コドリントン家が、 サトウキビのプランテーションのため連れてきた黒人の奴隷の末裔である。バーブーダ島はほとんど未開発の島だが、アンティグア島より開発が遅れている島だけあって、自然のままの魅力的な美しいビーチがあり、観光地として人気がある。紀元前2400年前、すでにアラワク族が定住していたとみられ、1493年11月11日の、 クリストファー・コロンブスの第二次公開による島への上陸時には、アラワク族を追いやったカリブ族が住んでいた。1680年に、イギリスのクリストファー・コドリントン卿とジョン・コドリントンのコドリントン一家が島に到着し、以後、バーブーダ島はコドリントン家の私有財産だった。しかし、イギリスはバーブーダ島を1860年8月1日にアンティグア島と共に併合した。 1976年12月23日、バーブーダ地方自治体法が制定され、一定の自治権を認められた。1981年にアンティグア島と共に、アンティグアバーブーダとして、イギリスから独立した。しかし、バーブーダ島の分離派運動はこれに反対していた。2017年9月6日、カテゴリ5に分類される超大型ハリケーンの、ハリケーンイルマが直撃し、 猛烈な雨風と水没被害によって、居住不可能とまで言われるほどの甚大な被害に、見舞われた。島の95%の建築物が被害を受けた、ことで住民のほとんどが家を失い、またカテゴリー4の、ハリケーン補正の接近が予想されたため、政府は全島民のアンティグア島への避難を決断した。9月9日に全島民が、アンティグア島へ避難したことで、島は無人化した。 2018年1月に、島民の帰島が許可され、2019年2月時点で、約75%が帰還したと推定されている。ハリケーン・イルマの上陸前と上陸後の、アンティグラ・バーブーダの衛星画像。バーブーダ島の光景が一変している。バーブーダ議会の旗1976年に、制定されたバーブーダ地方自治体法により、バーブーダ議会が設置されている。 定数は11人で、うち9人は選挙で選出され、2人は当て職である。任期は4年で、2年ごとの選挙で半数が入れ替わる仕組みとなっている。直近の選挙は2021年4月に実施された。現在の議長はジャッキー・フランク。バーブーダ発祥の政党はバーブーダ人民運動がある。かつてはバーブーダ人民変革運動といった地域政党があった。 議会の旗は中央に軍艦ドリ族が描かれている。アンティグア・バーブーダの行政区画では、族領という位置づけである。そのため、アンティグア島とは異なり行政教区は設置されていない。また、バーブーダ島には5つの地区が設置されているが、行政機能はない。AB、アンティグア・バーブーダ。シティ・パプアレーションで2021年7月5日閲覧。超大型ハリケーン。 イルマ、カリブ海諸島で大被害、ほぼ居住不可能な島も。BBC、2021年7月5日閲覧。バーブだ、イズトライングツートータリーエヴァキュエートトゥデアヘッドオブ、ハリケーンホゼアフターハリケーンイルマディマリッシュと90%オブザアイランド。ABS ニュース、2021年7月5日閲覧。アフターイルマ、ディザスターキャピタリズムセレットンスカルチュラルヘリテジーン、バーブダ。 ノースアメリカンコングレスオンラテンアメリカ、2021年7月5日、閲覧。AB、ザ・ローカル・ガバメント・システム・イン・アンチグ・アンド・バーブダ、イギリス連邦地方自治体フォーラム、2021年7月5日、閲覧。バーブダ・カウンシル・イレクション・ベクトリー・ワーズ・エイ・ディジェクション・オブ・ザ・ブルプ・ウォーカー、アンティング・ア・オブ・ザ・バー、2021年7月5日、閲覧。バ w-o-r-l-d-s-t-a-t-e-m-e-n.org 2021年7月5日閲覧バーブダ、フラックスオブザーワールド2021年7月5日閲覧アンティングアバーブーダガバメント中央情報局2021年7月6日閲覧ありがとうございます